リオチャンネルと、あ、坂田沙織のリオチャンネルです。ということで、今日はあのお二人にスポーツのゲームをちょっとやっていただきたいなと思いまして、ゲームだったら青木さんでもバレーボール勝てるんじゃないかっていう。結構ゲームは、あ、ゲームですか。結構ゲーム好き。あ、そうなんだ。好きなのパズルゲームあ、髪型変えようか。私明るくしたいんだよな、髪の毛。ちょっともうそっからようになろうとしたいこれかな。待って、全然明るいんだよ、今かわいい、すごい。これでいいけどな。なるほど、身長とか、はい、オッケー。どれ、まあ、いいですごい太いねんけど肌はこんなに、ね、白くないけど、こんなに黒くないはい。なんかこの人に足揺れてるけど。ボールが当たるタイミングで振り上げる。押しながら。押さなくていいです。早速レシーブしてみよう。ボールが来たら。おお。え、なんかムズいっていうか、もう見えない見えない。どこ？ボールどこ？来ます。レシーブです。ボールがどっちに飛んでるか全然わからないですけど。確かに見えづらいですね。ボールが当たるタイミングで一回丸を押しましょう。おー、ナイス。すごい。おー、すごい。遅いの？難しい。え、これすごいね。振り上げてジャンプ。上げて下ろすでアタックですね。あー、なるほど。ジャンプして。え、あ、ダメしちゃった。え、めっちゃムズい。何これ。相手がトスしたらジャンプして。おー、すごい。めっちゃむずい。振り上げてジャンプ。ジャンプした後に、はいはい。はんはんはん。あ、はんはん。ちなみにネット見ると、トス上げたタイミングで一緒にジャンプすると、なんかクイックイック早くバンって打てるやつができるとかじゃないですか。ここでジャンプ。すげえ、めっちゃいいスパイク打ってる。めっちゃ硬す。振り上げてブロック。おっしゃ。これせっかく勝負していただくんで、ちょっと負けた方が、負けたら罰ゲームとか、勝ったら方からちょっと。何くれるの？え？あ、何くれるんですか？ウーバーイーツで。あ、お腹すいた。好きなもの頼んで。え、私さっきのあれが食べたい。あれ可愛いね。あの台湾カステラ。近くにあった。さっきの。お昼食べてないんですか？私も。ランチパックしか食べてない。じゃあごちそうさまです。ありがとうございます。勝った方がバレー対決、勝った方が台湾カステラ。いや、台湾カステラじゃなくて。台湾カステラだよ。どっくやん。そんなの食べたい。タクシー乗ってたら。じゃあ負けた方がこっちチョイスの。はい、頑張る。罰ゲーム的なメニュー。オッケー。罰ゲーム、あのモノマネとか無理です。私も無理。食べ物ね。食べ物でじゃあ罰ゲーム。あ、おごれってことね。全然負けてもいい。辛いやつ。負けてくださいじゃん。辛いやついいですよ。得意？違う、こないだそれやったんよ。そうなの？けど全然辛いの食べたしたけど、私が。
ここで負けろと思ってる。負けるよ。だって難しいよ絶対。ッにえこれ何も押さなかったですよね。押さなくて。押さなくて。負ける気だ。取るから。はい。Yes。うまい。折れへんかな。折った？ボールの飛び道が難しい。うまい。面白い。むずーこれ。面白いね。他のもやりたい。他のもやろう。